ほら見て、めっちゃ水抜けてきたよ。はい、おはようございます、ナースケです。ということで、大会前日になりました。今、朝起きて、前日やん、明日大会なん、大会なんっていう感じでした。昨日夜めちゃくちゃ体がむくんでて、すごく怖くて、今エイト君、前に動画に出てたエイト君に相談してて、朝一の体今送ったんですけど、今返信来て、むくみも抜けてきたねって返信が来ました。今日はカリウム、水を抜くものをちょっと食べながら、少しずつカーボの量を上げてて頑張ろうって返信来たので、プルーンとか食べてお水も抜けるようにやっていきたいなと思います。もうめっちゃ怖い、怖い、もうむくむのが怖い。こんなに減量頑張ったのに最後調整失敗したら、マジで本当に何もかもがパーだから、めちゃくちゃ今めちゃくちゃ怖いです。ということで、今日も最後やりきります、頑張ります。今の体はどんな感じかというと、こんな感じ。昨日よりもちょっとパリッとしてる、少し良くなった。で、今こんな感じで LINE してピット君にどうしようかってすごい悩んで、結局今日はお水を 1.5 リットルまで減らすことにしました。塩分も控えめにすることにしました。昨日までは結局8リットルぐらい飲んで、化け物かっていうぐらい飲んだんだけど、今日は 1.5 リットル。で、塩も白米にかけるふりかけとか、白米にかける塩とか、そのぐらいの程度に収めようかなと思ってます。なので今日はなるべく塩分とお水は普通に戻す。で、炭水化物は低 GI の食物繊維の多いものから徐々に様子を見つつ、食材を変えていこうかなと思います。ということで、朝ごはん。今日はチョコバナナの蒸しパンケーキ。蒸しパンケーキが合法的に食べれるっては、ここは天国でしょうか。ということで、食べていきましょう。オートミールの蒸しパンケーキが、この中に入ってるはずなんだけど、失敗してないかがめちゃくちゃ不安。失敗してたらマジで、蒸しパンケーキ食べれないのってなるから、ちょっと、いきます。オープン。おぉ、熱っ、めっちゃいい匂いする。見て。ほら、チョコの蒸しパンケーキできてそう。チョコバナナ、チョコバナナ、めっちゃ美味しそう、すごい。とりあえず半分だけ食べようかな。よいしょ、見て、蒸しパンケーキ、めっちゃいい匂い。何これ、俺屋台出せるよ、祭りで。これボロ儲けできるよ、これボロ儲け。ボロ儲けできたよ、本当に。そんでもって今日は、いつもはコンソメを2個と塩クションめちゃくちゃ入れて、ポトフのスープを飲んでいたんだけど、今日はコンソメ1つだけ入れて、1日でちょびちょび飲んでいこうかなって思います。で、今日はもう具とかポトフとか野菜とかはちょっと取らないで、お腹がちょっと張っちゃいそうなんで、そこだけ気をつけて塩分取っていきます。美味しいよ、でも絶対コンソメ美味しい、僕は知ってる。具なくても美味しい、コンソメがポトフを作っているから。なぜならコンソメはすごいから。ということで、大会前日のご飯、最初のご飯はチョコバナナの蒸しパンホットケーキ、チョコバナナの蒸しパンケーキオートミールバージョンです。ということで、早速いただいてみましょう。実食、どんな味なんだろう。ほんのりチョコバナナ。チョコバナナだ。なんだろう、オートミールを結構多めに入れたから味が薄く感じるのか、はたまた白米と玄米の美味しさを知ってしまったから、ちょっとありがたみが薄れてるのかわかんない。美味しいです、美味しいけど、ちょっとね、やっぱ甘みという部分でね、白米や玄米に劣るプロテインが。でも美味しいよ、しっかり大切に食べよう。めちゃくちゃ美味しいもん。やっぱチョコバナナのプロテインっていいね。チョコとバナナが一緒に入ってるから、普通だったらチョコ買ってバナナ買って、それを組み合わせて屋台が出してくれてるけど、それがプロテインに一緒になってるって。え、最初から一緒になっちゃってもらってていいんですかっていう感じ。本当にマイプロテインさん、ありがとうございます。合わさると美味しいのが朝一のコーヒー、最高です。甘さとこの苦さのコラボレーション、まさに。コンソメもいただきます。これは具なし。あ、やっぱりうまい。コンソメみんな食べた方がいい、めっちゃ美味しい。味噌汁が母の味であるならば、コンソメはもう弟の味みたいな。
弟かわいいな。でもその癒しが僕の疲れを取ってくれてるんやで弟。そんな感じです。コンソメはあーうまっ、あったかい。ということで大会前日の朝、ごちそうさまでした。完食でございます。ちょっとねシャワー浴びて髪の毛をセットしたいんですよ。だからもう明日の大会の練習のためにセットしていきたいと思います。行きましょう。ということで今シャワーを浴びました。明日の髪型のセットちょっと練習したい、練習がてらセットしたいなと思います。ピシッとねやっぱり決めないと大会勝てないと思うのでしっかり決めます。おなじみゲル、ジェルしか勝たん。待って、セットめっちゃ楽なんだけど前まで何分かけてセットしてたと思ってんの。めっちゃ楽なんだけど。これで終わりじゃん。いい感じ、すごい。なんか大会出てる人みたい。あ出るんだった明日ちょうど玄関にいるんですけど郵便物が届いてて、何かっていうとさっきもちょっと開けちゃったんですけど、お姉ちゃんからねメッセージが届いてました。なあちゃん、いよいよあと少しで大会だね。当日まで体調には気をつけて全力でとことん楽しんできてね。ゆっくりできる時が来たら美味しいものをたらふく食べよう。応援してます。来てました。なんか照れくさいですね。そしてそのメッセージと一緒にこのカツお守りが入ってました。もうお姉ちゃんがめっちゃ応援してくれて、わーすごいなんか心強いなっていうのと、めちゃくちゃ嬉しいし絶対勝ちたいなっていう気持ちがすごい高くなりました。この守りは絶対明日の会場に持ってって肌身離さず持って、ここに応援してくれる人がいるんだっていうのを噛みしめて明日戦いたいなと思ってます。だテンション上がってきた。これでもう絶対勝てる。これは勝てるよ。僕のお姉ちゃんは雨女なんです雨女だけど勝負に強い。だからこの勝負運があれば僕は絶対に勝てる。なんかこういうのは迷信とか神頼みとかそういうところあるかもしれないけど、僕は知ってるから勝てるなってすごい感じてます。これはもう勝つしかない。これがあって勝てなかったら完全に僕の実力不足だから、お姉ちゃんの力をもらって勝ちます。明日はなんと僕のお家にたくさんこんなに荷物が届いて、おそらくYouTube 見てくださってる視聴者さんから送っていただきました。僕事務所とか入ってないから送る先がないんだけど、黒猫の匿名配送っていうのを使っていただいてて、概要欄に使い方も書いてあったりするので、どこに送ればいいですかっていつも言ってくださる方はそちらからチェックしていただけるとありがたいです。本当に嬉しくて、何が来たかっていうとちょっとねおにぎり来たと思って、えおにぎり、ティラミスおにぎりっていう、なんかこれティラミスのおにぎりらしいんですよ。食べたいよすごい。だけど食べれないからすごい嬉しいけど複雑でもめっちゃ嬉しい。大会終わったら絶対食べます。これありがとうございます。ちょっとあんまりね今見るときついから結構あるんだけどちょっと見ないようにしとく。すごいねお腹が減りそうな気がする今オートミールのね蒸しパンですごい喜んでるからお腹が減りそうな気がする。そしてでゾゾタウンの箱に何かが入っています。さあ開けていきます。オープン。お、すごっ。待って何これ。ちょっとすごい、スタバのやつがいっぱい入ってる。スタバめっちゃ好きなんですよ僕。ちょっと待って、すごっ。カフェインなしのコーヒーとかめっちゃ嬉しい。見てこんなん見たことないよ。銀色に輝いてる。うーわ何これ、ブラックスターバックスプレミアム、すごい高級そうなコーヒースティックが入ってるよ。何これ、マジでこんなにいいものを送ってくれて嬉しいです。ありがとうございます。手紙も入ってる。わー2枚も入ってるよ。私はブラックコーヒーが飲めないのでどれが美味しいかわからないので全種類買いました。至極になるかわかりませんがいろいろと楽しんでもらえると嬉しいです。なんて優しい方なんですか。なんて素晴らしい人なんだろう。ありがとうございます。本当にありがとうございます。めちゃくちゃ嬉しい。めちゃくちゃ嬉しいです。はぁ、もう幸せやな。本当に幸せやな。 DM インスタのメッセージでその匿名の配送で送りますって、概要欄の方法で送りますって言ってくださって、減量中に甘いもの送っちゃってごめんなさいって言ってたんですけど、もう僕は気持ちだけで本当に嬉しいから、そんな送って申し訳ないとか思わないでほしい。めちゃくちゃ嬉しいです僕は。本当にありがとうございます。
めっちゃ嬉しい。大丈夫？明日僕ここで運使ってないよね。ここで運使ってないよね。そんぐらい幸せなんだけど。何これ、これでおしゃれにこうやってさ、おしゃれにこうやってさコーヒー飲めるやん。僕最近歯気にしててちょっと白くなったと思うんですよ。いろいろとちょっと歯の毛をしててコーヒーをストローで飲めるようになった。天才？天才的？やばい、もう嬉しすぎる。これは明日持っていこうと思います。大会に持っていく。これはめっちゃ嬉しい。即戦力です。ありがとうございます。可愛すぎる。こんなぬいぐるみも入ってた。マグカップまで入ってたんだけど、なんかすごいもう申し訳なくなってきた。こんなにいただいて、こんなん絶対使いますやん。スタバ僕大好きですもん。これで飲みますよ。僕これで飲む。コーヒーこれで飲む。嬉しい。これはマジで全部飲みきるんで、ありがとうございます。超大切にします。そしてですね、もう一箱届いてるんです。さあ行きます。オープン。すごいすごいすごい、なんかアルバムが入ってるよ。何何何、すげえすげえ、サロンのメンバーからのメッセージだ。嬉しい。やばい、ちょっといろいろともう詰まりすぎて、この動画で全部紹介できるかわからん。なんやこれ、もうすごすぎる。びっくりしとる今。お守りも入ってた。本当にすごい。ちょっともうマジで負けられないな。マジで負けられないです。これめちゃくちゃ嬉しい。くっそー、やってやるぞ明日。マジでやってやる。今日完全に調整仕上げてマジで完璧にこなします。今日、そして明日本当に勝つ。とりあえずこれからちょっと落ち着いたので YouTube の編集をしてリアルタイムで動画をお届けできるように頑張ります。うわー嬉しい、ありがてー、本当にめちゃくちゃ嬉しい。とりあえず編集が一段落ついたので、明日の大会の持ち物っていうのを余裕があるうちに準備したいと思います。今日は意外と午後予定が詰まってて、早い段階でやっとかないと忘れ物しそうなので一旦準備。ダーン、絶対に必要なもの、それはポテチだったりとか、塩分を抜くプルーン、パンプするために必要なブラックサンダー、エネルギーに必要な蜂蜜。持っていく食材はこんな感じかなっていう。あとは途中でドーナツ買ったりとか、朝しっかり白米食べて食材は行こうかなと思います。いやもうポテチね、もう匂いがしそう。匂いするやんこんな。ダメだ、こんなことやってたらダメだ、やめろ。全然大丈夫です。はい、全然大丈夫。これと当日用のね水着、これも持ってきます。予選で履くやつですね。あとは決勝で履くパンツ。これ忘れたらね、裸で戦うことになるからね。裸じゃ戦えん、さすがに。さすがに裸じゃ戦えん。あとは当日の水分補給とかで、これもさっきいただいたやつ、これも持ってきます。ベストボディのね大会でこれですね、入場証明書みたいなの、これも多分持ってかないといけないから、このチケットも持っていく。これ忘れたらマジ大会出れないとか言ったらもうほんと最悪だからね。そしてこの中にお守り、さっきもらったのと姉ちゃんにもらった必勝のお守り、これも詰めていきます。大切なのは大会の当日用のチューブだったりとか、あとタオルとかサンダルもぶち込んで当日万全の状態で戦えるようにしていきますって感じで、この1セットをしっかり準備して備えたい、明日に備えていきたいと思います。ついに明日だ、気合入ってきた。おお、もう六本木の方に向かって、また前回行ったビューティーサロン&さんにお邪魔したいなと思います。ちょっとねむくみとかが怖いから、代謝を上げて、むくみ改善というか少しでも体をいい方向にケアできたらなと思っております。もうねちょっとリラックスタイムです。これからリラックスだけど気を抜かずに、お水は取りすぎず、プルーンを食べて水分を出していきましょう。美味しいから、いただきます。うまい。ということで、ビューティーサロン&さんに着きました。これからちょっといろいろマッサージとかしていただいて、ちょっとむくみも取れたらなと思ってます。今日はあとこれしかお水が飲めない。お水がもうあとちょっとしか飲めないって思うとちょっと怖いけど、これを飲んでいきます。何回も来させていただいてて最高に居心地がいいので、よかったら概要欄の方からチェックもしてみてください。もうね
最高に疲れが取れるのと、あとはもうここぞっていう時に疲れをスッて取って代謝も上げたいとか、そういう時によく利用してます。ということでやっていただきましょう。もうね、妖精みたいな服に着替えました。行きましょう。今やっていただいております。めちゃくちゃ気持ちよくて、さっき寝ていた。今はこれから足のマッサージやっていただくんですけど、高周波のマシンで体を温めてからリンパマッサージということで、すごいリラックスしております。ということで、もうちょっとだけマッサージしていただきます。ありがとうございます。今終わったんですけど、結構ねいい感じにむくみも取れてきたなっていう感じです。まだここで完全にむくみを取るんじゃなくて、明日に向けてむくみを取るって心の中で言い聞かせてます怖いの、むくみ取れなかったら。次はマイプロの撮影なんです。実はテンション上げていきましょう。これから練馬のマッスルジムっていうところに行きます。マッスルっていうことだから、もうマッスルがたくさんいるんじゃないかって、もう勝手にテンション上がっておりますが、マッスルジムに向かっていきます。マイプロの撮影がそこで行われるので、ちょっと楽しみです。ということで行きましょう。マッスルジムに来てマイプロテインに着替えてしまいました。今ニッシーさん、サラリーマッチョニッシーさんがいらっしゃるんですよ。今日はトーク系でマイプロやっていきます。楽しみ。ニッシーさんが今こちらに疲れております。そんなキャラじゃないのにということで、今全部が終わって、これからちょっとむくみが少し取れないので、むくみを取るためにさらにカリウムが入ったバナナをちょっと買おうかなと、あと和菓子も少し買って、今日夜の最後のご飯にしたいなと思います。明日朝はちょっとがっつり油を入れたいから、肉を買う。ついに僕も肉を買う時が来た。ということで、スーパーに行って買い出しをしましょう。行きましょう。ということで、さっき一旦家に寄ったんですけど、帰ってきました。今日も一日終了です。最後にサーロインステーキを買いました。これは明日の朝エネルギーをしっかり出すために、こいつを食って朝一大会に向かいます。油もあるから、脂身を食べて一日エネルギーが持続できるように行きます。そして今日の夜はちょっと血糖値が上がりそうなどら焼きとまんじゅう、そしてバナナも今日2本、明日2本、含めて4本バナナを買いました。これは水分が抜けるから明日の朝も食べたい。ということで1本食べよう。バナナマジでいつぶりに食うんだろう。いただきます。もううまいわ。何食べてもうまいわ。もう最高。ちょっとどら焼きも食べますいただきます。うまい。今までこういう砂糖系の炭水化物は避けてたから、めちゃくちゃ甘いね、やっぱり砂糖は。あんがねしっかり入ってんの。あ、うまっ。ちなみに今体はめっちゃ水抜けてきた。ほら見て、めっちゃ水抜けてきたよ。昨日とかめっちゃむくんでたのに、だいぶね水が抜けて、明日もまあさらにむけてくるでしょうということで、めちゃくちゃ楽しみです。ということで今日は大会ラストの動画投稿、もしかしたらこれが上がってる時には大会が終わってるかもしれないけど、全力でやりきりました。大会は明日マジで勝ってきます。ということで、また明日の動画でお会いしましょう。さようなら。